キスマイ北山博光さんが8月末をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退所する前に7人体制でのラストシングル「ともに」をリリースすることが決定したものの、一般発売はせず、ジャニーズショップオンラインストア限定販売となることが発表され、キスマイファンたちから不満の声が噴出しているようです。キスマイ北山さんの脱退は7日に正式発表され、同時に7人体制では最後の楽曲「ともに」を現在制作していることも明らかになりました。ともにはメンバー全員が作詞を手掛け、これまで支えてくれたファン等に向けて制作した楽曲といい、このスペシャルシングルの発売日は8月3日に決定したことが20日に発表されたのですが、一般の CD ショップ、EC サイト等での販売がないジャニーズショップオンラインストア限定販売商品で、数量も限定なことから予定数に達し次第購入申し込み受付も終了するとしています。ジャニーズショップのオンラインストアはファンクラブ会員以外も利用可能ながら、買い物時にはアカウント登録が必要で、送料は全国一律660円となっています。ニュースサイトサイゾーウーマンやティーンズバニュースによると、北山さんのラストシングルがオンラインストア限定販売という扱いに対して、ジャニーズファンからは、全然意味がわからない、7人のラストシングル店頭に並べて欲しかった、ジャニーズ辞めるからってこの仕打ちはひどい、発売方法おかしくない、なんで普通に店で売られないの、なんかメンバー問題起こしたりしたって感じ、意味なくこの方法なら事務所立ち悪いよ、北山くんを有終の美で見送ろうとかないわけ、なぜに一般販売されないの、脱退ブーストで爆売れするかもしれないのに、それにしてもファンの気持ちを分かってない、メンバーが抜けると発表したら CD を店頭で売ってもらえない、会社の言うことは絶対的に従わなければいけない、これを徹底的に叩き込まれるんですね。ラスト素敵な花道をと思ったけど、送料600円くらいかかるって本当、いや買うけどさ、地味に痛いよね送料。ショップ発売しないのはメンバーの意向、事務所の意向、7人ラストで CD 出せるんだ、よかったねって思ってたら、この周知どうしてもやめてく人間に罰めいたものを与えたいんだね。事務所の評判が落ちてる今、心よく送り出してあげれば風向きが変わるかも、なのに堅くなにそれをしない感じ、本当に意地が悪い、などと不満の声が噴出しているとしています。これまでの活動を応援してくれたファン等に向けた特別なシングルとのことで、オンラインストア限定販売に対しては理解を示す声もありますが、北山さんが最後に参加する7人体制でのラストシングルで、ファンからするとランキング1位を取らせたかったという思いも強く、通常とは異なるリリース方法に対してひどい仕打ちだとして怒りや疑問の声が上がっていますね。なぜこのような形でのリリースになったのか詳細は不明で、北山さんは8月末をもって契約が終了するため、権利関係の都合等があって一般発売なしとなったのか、北山さんの退所に対してジャニーズ事務所側はよく思っておらず、販売方法を絞ったのか、それとも事務所だけでなくメンバーの意向もあってこのような形になったのかは定かではないものの、20年近くグループで活動してきたメンバー参加のラストシングルが事務所のオンラインストア限定販売というのは確かにおかしいと感じます。その一方でジャニーズ事務所は昔から退所者に対して厳しい対応をとり、メンバー脱退時などにライブ等のイベントが行われることは稀で、去る者は追わずの非常にドライな精神を貫いていることから、最後にメンバー全員で作詞を手掛けたシングルが出るだけマシな気もします。7人でのラストシングルをめぐってキスマイファン等の間では大きな波紋を広げていますが、キスマイは今後もテレ東音楽祭2023夏
The Music Day 2023などに出演することが現時点で発表されていて、北山さんが脱退するまでに少しでも多く7人で活動する姿をファンに見せてほしいと思いますね。